もうすでにありますので何度でも見てください。 STU48 チャンネルっていうニコ生のねチャンネルで生配信&アーカイブ配信もありますのでぜひご覧ください。今日はいろんな卒業メンバーが来てました。美穂もまた来てた。美穂なんか20日前も来てたしなんかしょっちゅう会ってるんだけども美穂も来てました。美穂りん、みちさんも好きだけどひなさんも推しメンで推しの卒業コンサート両方来てて、でみちさんもみなみさんも来てていろんなメンバーが来てました。ドラフト3期生さんも5人、もともと5人いたんですけど5人全員揃ったりとか、 PR 舞台のリンコが来てくれたりとか、これリンコからのお土産でもらいました。あの差し入れの中に唯一海外のお菓子があって、リンコ昨日オーストラリアから帰ってきたんだって。やばいですよね。今日出演するからって言ってお土産までくれました。リンコ相変わらず可愛かった。なんかいつも SNS でさ太った太ったって言うからさ、もうどんだけ太ったんと思ったら全然太ってなくて全然細かったから、どこについてるのお肉ってなりました。こんばんは。ね、めっちゃ可愛かったよね。こんばんは。ちょっと今日はね喉の調子が今は治ったんですけど、本番中もうね会場が乾燥しすぎてて喉が張り付いて喉が開かなすぎてもう本当に声ガスガスでもう杭だった。杭でもだいぶ収まりました。水もずっと飲んでたんですけどね、乾燥にやられてました。お疲れ様です。そうメンバーにもめっちゃ言われた。いやあれは緊張とかじゃなく普通に歌ってるのに声が出なくて、声が出ませんでした。泣いてたわけでもなくもう喉がもう張り付いて開かなかったですよ。直前まで飴舐めたりとかいろいろしてたんですけどね。こんばんは。練り歩きは3階2階か2階席からスタートしました。2階席って1階に行ってです。まぶた？まぶた何ですか？何もないよ。まぶた？何？まぶた？描いてるから？あ、こうやってやってるから？これは前髪が邪魔だからこうやってやってる。こんばんは。そう練り歩きって言ってもね、もうねもう一曲の間に戻ってこなきゃいけなかったんですよ、ステージ上に。だからもう全部の場所回れなくて、そうもうここまでに戻りましょうが決まっててさ、あの席的には2階席だけど実際3階まで上がって行ったりしてて、裏にいる時間の方が長かったです。うん、そうなの。こんばんは。もう配信終わったらさっさとお風呂終わらせないといけません。この今日はこのアンコール T シャツがこれとこれでした。昼がこれで夜がこれでございました。いや今日はね昼出るから朝が集合が普通にドラさんと同じ集合で、朝からもう今日12時間近く会場でねずっといたんですよ。それでねそうだからもうなんか家に帰ってきてめっちゃ久々、1週間ぶりの家って感じがする。全然朝いたのにもう久々って感じがします。なんか昨日のことのように思う。
こんばんは。お久しぶり。こんばんは。そう、サイドポニー今日に限ってサイドポニーアンチのメイクさんが私のメイクの髪の毛の担当だったんですよ。一番のサイドポニーアンチさんだった。だからすいません、本当に言いづらいんですけど、サイドポニーお願いしますって言って、はーいって言われた。すんなりと受け入れてくださったけど、やってくださいましたこんばんは。そうなんです。でも巻き方をね、いつもなんかこういうストレートでこうなんだけど、今日はなんかなみなみにしてくださった。あんまりやったことない巻き方のサイドポニーでした。そう、なんかそのサイドポニーアンチのメイクさんは、あのサイドポニーはおしゃれな人はしませんよっていつも言われる。サイドポニーおしゃれな人がしてるの見たことあるって言われて、あの田中美穂ちゃんとかがしてるの見たことないでしょ、やめなって言われて、いやでもこれアイドルのうちしかできないのでいっぱいしますって言ったりとかしてたんだけど、そう、今日はPR 舞台のね披露があったからサイドポニーにしました。そう、 PR 舞台の私はもうサイドポニーの印象が多分強いかなと思ってこれにしましたよ。こんばんは。ねえ、見つけやすかったですか？うん、サイドポニー、これだね、これだ。こういうさ、ストレートなのいつも。でも今日は巻き巻きで、こんな感じでいつもはストレートなんですけど、今日はウェーブって感じ。この違いです。今日のひなさんの卒業ドレスがおさえカンパニーさんのドレスだったんですよ。ね、めっちゃ可愛かった。キラキラしててね、PR 舞台の衣装もおされカンパニーさんなんですよ実は。だからね、そう、お礼を、あの PR 舞台の衣装ありがとうございますって、この衣装ね、ありがとうございますってね、しのぶさんにね、やっと直接言えました。なかなかお会いする機会がないので、あのおされさんじゃないから STUなかなか会う機会がなかったから、お礼を、今度お会いする機会があったら言いたいなってずっと思ってて、今日やっと言えたんですけど、もう2年前とかじゃないですかこれ。2年前だからさ、もう今更っていうような感じだったでもなかなか会えないから、お会いできないので、あの直接言えてよかったです。30分以上ね探し回りましたどこにいらっしゃるのか分からなくて、いろんなマネージャーさんとかスタッフさんに聞いて、どこにいらっしゃるか分かりますかって言って、探し回って30分以上探してやっと見つけて入れました。可愛いんですよ衣装ね、細かい柄までとっても。動物とかがここにね、ウサギとかなんか天使とかがここの各の網の中に描かれてて、めっちゃ可愛いんです。こんばんはね。ではもうしばらくもう着る機会もないと思うので、この衣装もこのメンバーが揃うこともないと思うし、もうきっとしばらくは本当に見納めになってしまうと思うので、よかったです、最後に折り面で披露できて、7人でリンコも含めて7人でね、披露できました。もう髪がパキパキです。汗でね、髪パキパキマンだ。ねえ、そう、ミカニャンさんとか
NMB さんが STU のライブに出るっていうね。今日の沖さんの卒業コンサート、いろんなメンバーが登場しまして、みちゅさんもだし、ドラさんのお二人もだし、すごいね、豪華だったよ、ゲストさんがね。え、楽しかったです。あのね、モニカ夜明けだっていう曲を初めて今日披露したんですよ。ひなさんがあの参加してる楽曲、最強ツインテールとか、もう最強ツインテールは最強ツインテールはあのキュルキュル選抜、 STU のキュルキュル選抜で組まれてるらしくて、なんと私は、キュルキュル選抜を落ちしました。そしてですね、法定速度と優越感は、若いメンバーから16名順番に選ばれたそうで、もちろん私は最年長なので選抜を落ちいたしました。キュルキュルもあの年齢のやつもちょっと入れなかったんですけど、あのモニカ夜明けだっていう曲は入れたのでよかったです。はい、ちょっとね、次回何かのコンサートで年上から16名にしてほしいですね。法定速度やりたい、楽しい、見てても踊ってみたい。あ、ポンポン隊もやりました。ポンポン隊久々に3年ぶりとかにやりました。懐かしかった。ワルキーとアイドルなんて呼ばないででやりましたね。久々にあの衣装着ました。こんばんは、ポンポン隊。そう、もともとポンポン隊だったメンバーが3人と、ポンポン隊初めてのメンバーが3人でやりました。あのさこちゃんとかさあやんとはあの研究生時代にやってたんですけど、あやぱんとかゆなやなとかしみさらは初めてあの衣装を着てたよ。そう、僕隊で着てるやつなんですけど、今研究生が僕隊公演してるんだけど、研究生8人公演だからポンポン隊ないみたいで、ないっぽいから、本当にもう2期生が使ってた時ぶりとかにあの衣装見ました。久々に懐かしの。そう、ポンポン、お疲れ様、ありがとう。もう今から髪の毛ほどいて、まつげのメイク落として、顔のメイク落としてっていうのが、わあ、タワーが効いた。テクちゃんありがとうございます。生きがい掛け軸タワーをいただいちゃった、ありがとうございます。いやー、今日のね、あ、アイドルなんて呼ばないでを披露したチャートリのメンバーは、 2,3 年前の桃鉄ツアーっていうツアー、私参加できなかった北海道とか秋田とか行くツアーのやつで披露したことがあるメンバーだそうです。だから 2,3 年ぶりだそうです。ちょっと前髪どうにかしたいな。ねえ、私もさ、ツアー行きたかったよ、あの時に。疲れ様です。もう今日は爆睡するさ。今日さ、グッズ買えなかったんです、ドラさんグッズ、買う気満々だったんだけど、もう結構バタバタしていて買えなかったです。あ、ちょっとなんかピン持ってないですか、前髪を止めたい気持ち。あ、なかった。
違った。ない。ちょっと立ち上がるのはちょっと嫌なんですよね。ピン落ちてないかな、こっちに。こんばんは。落ちてないな。ないでした。ああ。ちょっとヘアピンで前髪を止めます。ちょっと待っててください。よいしょ。速度と優越感。ちょ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 。よし。さあ、俺を描くぞ。あ、僕はこの海を眺めてる。そう、あの PR 舞台のシーズン1とシーズン2が合体してました。合体タイプの。合体しても人数足りないっていうね。もともとどっちも何人いたのに、シーズン1シーズン2どんどん卒業が続いていて、全然いなかったです、人が。もう来週はツアーなので、もう切り替えて切り替えていかなければなりません。早いな、あっという間だった。もう切り替えだって。いや、今日ドラさんコンサートが良すぎて、なんかもう素敵だなと思いました。同期って、同期というものは本当にかけがえのない存在なのだなとなったし、あのもう夜遅くまでね、自主練とかで集まったりしてたから、3人が、日付変わるぐらいまで練習とかしたり、あのひなさん卒コンのレッスンの後に集まって自主練したりとかしてるのしてたから、なんかみちゅさんの卒コンもあったし、いろいろツアーのことも同時進行でやってる中で、そのさ、ドラさんだけでライブをしてるっていうのがすごく素敵でかっこいいなと思いましたね。私は2 years later やりたいんですよ。2 years later 今日やってて羨ましかった。トゥトゥルトゥルルルトゥトゥルトゥルルルトゥ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 。ね、え、そう、溝口愛子さん初めてお会いしたんですよ。もう美人すぎて、もうめちゃめちゃ美人だった。ゆらあかりさんは磯貝さんの卒業公演の時にお会いしたことがあったんですけど、その時にもう可愛すぎて、スタイルが良すぎてびっくりしたけど、今日初めてアイコンさんにお会いしてね、なんかもうなんか画面の中でしか見たことがない人がいるから、うわー本物やーってなりました。本物だった、ご本人様だった。こんばんは。なんか披露してみたい曲がいっぱいありました。ストーリーが良すぎたから、よかったらあの見逃し配信とかで見てほしいな。本当によかった。私のお母さんも見とったらしい、昼も夜も。でも私のお母さんはあの貴族会員じゃないらしくて、貴族タイムになった瞬間もう見れなかったらしい。
私はちょっと貴族会員だから終わってからすぐ見返したんですけどね、なんかねさっきから書いてるんだけどね、ちょっと待って、どんなデザインにしようかね。ドラさんコンサート良すぎました。2期生もまたできたらいいなって思った。3周年の時にやったんですけど、もうそれからもう今年で5周年目だから5周年迎えるので2期生ね、何かできたらなって、もう2期も半分ぐらいになりますので、本当にこの残っているメンバーでね、と卒業メンバーとかもでね、なんかできたら楽しそうね。なんか変、なんか謎の生き物描いちゃった。ちょっと描き直す。今頭が働いてなくて、なんかいい案が浮かばない描き方。今3枚目描いてる。OB、 OB はいません。OG、 OB いません。紛れ込んでた、ね、そう、今日の会場は2期の3周年と同じ会場でしたよね確か。でもホールが違ったかな、サイズ。ホールの今日は大ホールだったけど中ホールだったかな、2期生の時はね。なんかアクターズとかの発表会も今日の会場でやってるってうなちゃんが言ってました。私は見に行ったことがあります。 2.5 期生のオーディションが発表される時のアクターズスクールの発表会たまたま見に行ってて、うなうなと一緒に。そうだからもうおなじみの会場って感じでした。でもあの辺なんかいろいろ会場ありすぎてね、混ざります。 HBG ホールが選抜発表、私の初めての選抜発表があった会場が HBG ホール、隣の建物なんですよ。でその先にこの前みちさんの卒コンをした会場もあってフェニックスホールあって、また違うんですよ。なんかもう何が何だか分からなくなるの。そう、あの辺たくさんあります。ひまわりのない世界っていう曲がね、もう今日素敵すぎてめっちゃ今ねハマりブーム来てる。めっちゃいいよ。沖さんとソラハさんが2人で歌ってました。こんばんは。今日はね、沖さんは今日が最後だけど、ひなさんはまだね5月まではねいるんですよ。だからなんか変な感じです。もう沖さんがマイカーのグループラインとかも大会してて、ひなさんの卒コンしてる間にもう沖さん大会してたんですよ。今までありがとう、マイカー大好きだったよみたいなコメントを残してさ、もう自ら大会してて切なくなった。そう、ひなさんは卒業公演がまだ残ってて、沖さんはもう今日で最後でした。
だからお手紙のコーナーとかがあって、え、そう、早い早すぎでしょと、速攻で抜けてた。マイカーのライブ見に行くねって帰ってくださってましたよ。そうよ、もう卒業メンバーがどんどんね、そういうグループとか抜けていくんですよ。それを見るとなんか切なくなる。もうね、その内部情報になっちゃうから、そういう連絡とかが、だからもうすぐいなくなるんです、みんな。本当に、あ、そうだ、メール、そうだった、沖さんのメール取ってるから、私解約しなくちゃ。うーん、自らの手で。いや本当にね、でも最近マイカーのグループライン落ち着いてるんですよね。前までめっちゃうるさかったんですよ。でも本当にここ半年ぐらいもう落ち着いてて、あの焼肉会が終わったぐらいから落ち着きだして前までめっちゃうるさかったのに。だからノアピがね、今ねグループ入ってるんだけど、ノアピが入ってから全然マイカーラインうるさくなくてね、まだノアピにそのマイカーの LINE のうるささを見てもらえてないもっとうるさいんだよって教えたいのにさ、みんな静かなんです。そう、ね、何時寝てるんだろうね、ノアピ。ユナナとかはいつも朝から見るんだって、マイカーの夜に泣きてるラインとかは。ノアピって何時に寝てるんだろう。めっちゃ寝るの早そうなイメージだけど、でも寝るの早そうな人ほどさ遅寝だったりするじゃないですか、ね、意外とゲームとか好きとかさ、そういう人って遅寝じゃん。確かに朝配信とかしてるのか、ノアピ。まあね、まだね中学生だから配信できる時間とかが限られてる分、昼とかはできないですもんね、学校あるからね。だからか、早寝早起きのイメージがあります、ね、無謀でひなさん、ちょうさんと同じ歌割り。そう、今日もななさんのポジションでした。そうなの。でもさ、どの曲もさ、折り面がどんどんいなくて、みちさんとか沖さんとかもう折り面がどんどんいないから、なんかね、動線とかが、この前までこの人とこの人の間を通るとか、この人の後ろについてって次のポジションに移動するとかがあったけど、人がさガラッと変わってるから、もう誰がどのポジかを把握するのでもう難しくて、なんかそういうとこでもね卒業を実感したりしました。今日は独り言で語るくらいならもしたんだけど、独り言もねまた初めてやるとこだった気がする。なんかもう毎回ね、前はさやかりのとこだったんですよ、その前はひなさんのとことかで、なんか、ね、ちょこちょこ変わるんですけど、今日はさやかりん、さやかりんは独り言折り面なので、さやかりんだから、今日はねほのたんさんのとこでまた新しいとこ覚えられました。だからもしどっかすぐ入ってくださいってなっても、いつでもまた出れるとこが増えた、ラッキー。
いろいろ覚えとくと急に出てくださいの時も対応できるからラッキーと思ってます。やったねって思ってます、ね、今日はなんかメドレー形式だったんですよ。ね、でもなんかね今ねライブ終わりだからなんか頭がホワホワしててなんか変な感じです。アドレナリンかな、ホワホワしてます、ホワホワです。私もさ、だらしない愛し方披露してみたいです。今日ドラさんがやってた、だらしない愛し方と2 years later とひまわりのない世界とあとはね息をする心の3人バージョンも良かったですね。いろいろいいのがあったな。よし、じゃん、テクちゃんありがとうございます。あ、ちょっと髪の毛ボサボサすぎるからちょっとまとめよう、まとめちゃおう。はい、ありがとうございます。タワー、生きがい掛け軸タワーでした。ありがとう。今後とも生きがいになれるように頑張ります。ありがとうございます。なんか今日はドラさんのあれが菜の花ということで黄色がいっぱいねあるステージだったからちょっと黄色を使いたい気分で、あと STU の青色のカラー入れてなんか STU っぽい感じにしてみました。色ありがとうございます。ありがとうね、私沖さんの歌声好きなんです。今日も良かったよね、どの曲も良かった。ソロのやつも良かったけど一人で歌ってるとこなんか声がアイドルめっちゃ好きです。歌声リハーサルも客席の3列目から見てて客席3列目の真ん中でドラさんのリハを見てたんですけどあのね良すぎましたね。客席から見るっていうのがリハぐらいしかできないので、しかも3列目ってさ当てれないじゃんそんな、ね、引き当てれるものじゃないからもうメンバー特権だなって思って、しかもすっぴんのリハーサルを見てる、すっぴんで踊ってるとこを見て本番メイクも衣装も着てるやつでもう一回見てね、よかった。めっちゃ動画もいっぱい撮りましたよ。どこにも載せれないけどみんなすっぴんだから自分のなんていうの趣味用というか鑑賞用で動画とか撮って楽しかったです。ね、本当にもう次ツアーもねいいツアーにできるようアズミンキャプテンのもとみんなで力を合わせて頑張っていきたいなって思います。10列目高さも良きでした。10列目目線が合いましたか。私が見てた3列目はねちょっと見上げる感じだった。10列目がいいの。でもね、最近ねコンサート系練り歩きがまた再開されたんですよ。前回ぐらいからみちゅさんの卒コンぐらいから練り歩きが再開されたからやっぱなんていうの
あの道の隣とかの人は後ろとかでもメンバーが近くに来る可能性がめっちゃあります。2階席3階席とかでも今後はね、コロナ禍落ち着いて行けるようになったと思うのでね、練り歩き。でも今日は練り歩けてないです。本当に一瞬だった。一瞬ね、もうすぐ次のポジションに戻らなきゃだったから全然ね。そう、走り回ってた本当に。え、パンちゃんがさ、サインボール持ってたから欲しかったんですけどくれなかったです。こうやって手出してみたけど一切くれる素振りを見せずに通り過ぎていきました。欲しかったな、最後のサインボール私はね、2階席で1個下で1個って決めちゃってたから。そうで、今日ひなさんのスツコンだからパセリ推しを探してなんだけど、もう早々に1個目を渡してしまったから2個目がなんかね、いろんな人がちょうだいちょうだいって言ってくださったけど、ああ、もうこれ1回の時に投げるやつがなくて2個しかないからと思って、なんかもうすごい心が痛かったですね。みんなに配り回りたい気持ちだった。意地悪したわけじゃないんですよね、上の人だけに渡したらなんか良くないかなと思って一個一個で決めてしまったから、また次回あったらね、サインボール系がまたあればちょっとバランスよくやりたいと思います。こんばんは。そう、いっぱいお断りしちゃいましたうん、断りましたよ。そう、わあ、もう今日終わるんですね、一日早いな。早いです。今日のケータリングがホットミールって言ってあったかいご飯とかだったんだけど、もう白米が美味しすぎて、あ、白米って、もうのり玉を持ってたんですよ私、持参してて、あのおかずで食べて白米で、おかず一人何個までって決まってて、お肉とか一人3個までって決まってるから、お肉足りなくなったらのり玉かけてバクバク白米食べました。最高だった、久々の白米でした。そう、のり玉をね最近持参してるけど、最近なんかお弁当味付いてるご飯とかおにぎりとかが多かったから使うタイミングがなかなかなくて、お米もあったかいお米で持って帰ってきてないよ。ホットミールだからね、あの持って帰ってこれないんですよ。あの、なんていうのかな、給食みたいな感じで炊飯ジャーに入ってる、でっかい業務用炊飯ジャーとかに入ってるご飯とか、でっかいそういう給食用みたいな味噌汁とか、なんかそんな感じで、おかずもあったかいとこに入れられて自分で好きな量を取るみたいなやってたから、持って帰ってこれなかった、からいっぱい会場で食べてきました。その分動けたし、ね、あと私にはこのリンコにもらったオーストラリアのクッキーオーストラリアのクッキー食べるの初めてなんだけど、なんか後ろにねカロリーとか書いてるんですけど、なんかね英語だからエネルギーは読める、プロテインも読める、タンパク質ってことですよね。これがさ 100g 単位で書いてるんですよ。でもこれがさ、このクッキーが実際何 g あるのかって測らないといけないタイプだ。これファットは脂質だね。なんかもう全部英語で難しい。オーストラリアって書いてるの読めるけど、マカダミアバターショートブレッドだそうです。コアラがついてるコアラ読めないからゼロカロリー本当？
じゃあもう食べちゃっていいってこと？この時間でもいいんですか？食べても良いの？他にもいっぱいお菓子、なんかねフルーツ大福とかもあったりしてね、会場で食べちゃいましたね、楽しみ。オーストラリアのクッキーだから予想なんかめっちゃ甘々って感じ、甘々そう。こんばんは。わー、そうなんですよ、留学多いの。牛、ワニ、カンガルーのジャーキー食べ比べ。え、カンガルーのジャーキーって何ですか？カンガルーのどこの肉なの？え、カンガルー、へえ、カンガルー食べるんだオーストラリアって。コアラも食べてる？なんかね、リンコ気づいたら帰ってた。バイバイって言ってないのに、もういつの間にかいなくてお別れ言えなかった。悲しい。ちょっと PR 部隊2期生のラーメン部、かっこアイス部っていうね、ラーメンとアイスを食べに行く部活を3人で結成してるんですけど、また行きたいです、ラーメン部。前回はいつ行ったっけ？年末、年末に行った。その前は、その前は私は断って行かなかった。むくむから行かないって、ライブの前の日だったからむくむから行かないって言って断って博多のラーメン行かなかったけど、ラーメン部、ね、え、オーストラリアってラーメンとかあるんですかね？豚骨とかないのかな？オーストラリアのご飯ってなんだ？オーストラリア、どうなんだろう。チキンタツタ、え、チキンタツタ、コナンのやつ。オーストラリアの主食は何？オーストラリアご飯、ご飯、うん、あ、お肉とかか。もう見るからにカロリーの高そうなものばかり出てきた。小麦を使ったパンやパスタが主食でした、って。小麦だって。オーストラリア料理といえばミートパイ、フィッシュ&チップス、ハンバーガー、チキンシュニッツェル、なんだそれ。シュニッツェル何？すごくない？オーストラリア、日本でもさ迷子になるっていうのに、東京の地下鉄とか乗りこなせないのに、私オーストラリアにいるってどういうこと？すごい。喋れるのかな？どうやって生活してるの気になりますね。そういう話もせずね、もう今日すぐ本番迎えて、本番終わったらもうバイバイだったから、ちょっと気になることがありすぎますね。なまり、方言、英語にも方言があるの？日本語もさ相当方言あるから、海外の方覚えるの大変ですよね。本当同じ単語でも意味違ったりしてね。オーストラリア今の気候は日本と逆。え、あったかいの？え、寒いの？どっちどっち？今の日本ってあったかいですか寒いんですか？両方じゃん。どっち？シュニッツェルはカツレツ。初めて聞いた、シュニッツェル。ベーコンポテトパイ、わあ美味しそう。リハはあったよ今日。リハで、そうリハーサルがあって、
リンコそこで1年ぶりに踊ってました。でも最近ずっと6人バージョンでやってたから 3人バージョンじゃない7人バージョンでやるの久々すぎてぶつかってしまいました。本番で体当たり相撲を取ってしまったステージ上でリンコと私が1番から3番に移動するとこでリンコは3番ぐらいから2番かなとかに来るんですけど、そこでお互い同じ道通っちゃってボーンってぶつかってしまったえ、映ってました？いやーん、マジ？ちょっと見返さなきゃ。さっきね、好きなれとモニカ夜明けだとアイドルなんて呼ばないでとか見たんですけど、飛ばし飛ばしで。ちょっと見なきゃまた。嘘、アップで映ってた。やばすぎる。ちょっと待って、マジ？映ってたんだ。そうなのよ、体当たりしちゃって。で、やるそんな旅サビですね。覚えている何かが一日は変わると、あ、間違った、終わるんだと。本当だ、めっちゃ映ってた。本当だ。本当だ。想像以上に体当たりしてた。ドゥルルルルル、え、千穂さんが髪の毛染めてから PR 舞台の衣装着てるの初めて見るかもしれない。入れ替わりそうな気分だ。君の名は始まっちゃう？いや、ツンデレも良かったよな今日。ツンデレのあのイントロが面白くて、あのマイカーのメンバーは後ろからサラちゃんが出てくるから、あのダンスの先生にもうそういう後ろからサラピが出てくるからみんなわーって言って逃げるようにはけていってくださいっていう指示。サングラスをかけてサラちゃん出てきて指示通りみんなで逃げましたおもろ演出だった。お疲れ様、ありがとう。そう、逃げてくださいって言われてなんか音が聞こえたら恐る恐る振り返って始まった瞬間わーっていう風にみんなで駆け出して逃げていってくださいっていう指示があって、ああいう演出になってましたね。アウトロも面白かった。そうなの、なんかさ、キャーみたいな誰か叫んでたキャーみたいな言ってて躍動感、臨場感なんかすごかったですね。
そう、もともとなんかマイカーの MC も出る予定だったんですけど、 PR 舞台の着替えが間に合わないってことでマイカーのとこの MC にいなかったから、サヤもいなかったんですよ。だからもしかしてもうここで感づかれてるんじゃないかなと思ってて、で沖さんがさ、あのミカニャンさんと歌ってる時に PR 舞台の衣装だったよね確か。だからそれもあって、いや PR 舞台の衣装着てるってことは PR 舞台出るやんみたいな思われてるんやろうなと思って、なんかそわそわしてました、舞台袖で。でもリンコは来ると思わなかっただろうなって思って、歓声がすごかった。7人いるって分かった瞬間、客席からうおーみたいな歓声が、もう本当に心の底からの驚きみたいな声が聞こえて、なんか嬉しかったですね。そうしかも終わった後もリンコーってコールがあったから。そうなの、今日さ X にリンコとのツーショット載せたらめっちゃリツイート来てなんで私の一人の写真でもいっぱい拡散してくださいよ。ちょっと亡霊たちですか、もしかしてリンコ沼の亡霊たちが拡散してくれたのかな。ちょっとね、いっぱいインプレッション数もなんかめっちゃ来ててびっくりした。どうしてですか、私の一人の時もいっぱい見てくださいよね。配信で見てた、ありがとう。沼から上がってきました、沼からようこそ地上へ、地上にようこそ。今日の広島はなんか雨だったんだよね帰り、なのに傘忘れて、今日地上雨降ってるから沼から上がってきてる人たちは気をつけてください、傘忘れないようにね。なんかね、リンク推しの人パセリに結構来てるってねよく言われるけど、全然そんなことなくて3期に行ってると思います私は私のとこパセリのとこにリンク推しめっちゃいるよねって言われるけど、そう、もともとパセリのとこも来てた、リンコが卒業する前から来てた人はいるけど、そんな言うていなくて、なんか大体3期生とかで新しい推し見つけてオタ活ライフエンジョイしてる人よく流れてきます、 X のおすすめタイムラインでああってこの人前までリンコ沼リンコ沼言ってたのに、気づいたらなんか3期めっちゃ行ってるなって人もうめっちゃ多い、1人2人とかじゃなくて結構見ます。沖さん推しもね言って私そんな多くないと思います、うん、全然、うん、そんなですね。結構初期からの人多いけど、最近推し変してきましたとかそんなに。あ、ゆうなんね、そうゆうなんね、りんことりこちのロケで出会ったからね。57分終わる時間だ、終わる時間です。うわ、終わる時間だって、なんか眉毛が消えかけてる。じゃあ終わりますね、壇上読んで見てくれてありがとうございました。いきます。13位マッコバヤさん、12位ワウワウさん、11位トニさん、10位フクちゃん、9位カードリーさん、8位しんいちさん、7位ヒゲメガネさん、6位 Z さん、5位カツオさん、4位カメさん、3位プーさん、2位 G2 さん、1位テクちゃんさん、ありがとうございました。ちょっと今日ライブ終わりで頭がもうポケポケしてたので何喋ったかわからないんですけど、見てくれてありがとうございました。なんかずっと終始ポケポケして喋ってました。よし、髪の毛ほどくぞ。うわ、今日はピン0本でした。
もこれでお風呂に速攻で入れちゃいます。わーい。お風呂まだの方共に頑張りましょう。もう先に入った勝ち組の方々を応援しててください。ボサボサだ、もう汗で。いやー、ありがとうございました。また明日。またね、おやすみなさーい。